都内某所地下で行われるデュエリストのバトル。オーガナイザーはこの方、マスターサク。そしてマスターによって集められた世界最強のデュエリストたち、アルティメイター。デュエチューバーフェスの出場をかけアルティメイターに挑戦するのは誰か。アルティメットデュエマーバトル。前回は残念な結果だったな。しかし今回の試合も大いに盛り上げてくれ。それでは次の対戦相手に登場してもらおう。ファイナルアルティメイターはこいつだ。フラット工房主催 DM 会のご意見番フラット。レギュレーションを確認する。アルティメイターには公平を期すため、あらかじめ使用するデッキをランダムに選んでもらっている。2023年4月30日時点での最新電動レギュレーションを適用する。デッキはオリジナルフォーマットで行う。時間無制限、一本勝負。それではじゃんけんをお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんほい。先行成田が丘。はい、それでは行くぞ。デュエマスタート。さあ、というわけでアルティメットデュエマバトル、チャレンジャー成田が丘に対しサードアルティメーターフラットということになりました。実況解説、私デッドマンとドットとドラヤキとスバイランスです。はい、この4名でお送りします。さあ、ということでついにサードアルティメーターフラット上、はい、フラット俺と戦えとあれなんか5個5ブランド、5個5ブランドにしてる。お、5個5ブランドチャージされたらタイミング分かんなくて困りそうですけど。そうです、ね、静け、あ、静けすや、とにかくブレインセミミンミン、ありがとうございます。ここでいく、ここでいく、ここでいくですね。成田が丘さんデッキは、まあ、この辺手札操作カードを使って、まあ、流世界、うん、でドラゴン踏み倒していこうというデッキではあるんですが、そうですね、さあちょっとね、あの2本目の戦いではちょっと流星界たどり着けず、うん、なかなか、はいはい、まあ、その隙にドラキさん見事なメカメイクレードの大展開決めて勝利と、はい、まあ、いうゲームだったんですが、まあ、今回そこあるかどうかですよね。そうですよね、はい、まあ、ただ今回ジャンケン勝ってますからね、はい、初勝利、最速ムーブになるか、ジャンケン的に初勝利、まあ、最速4ターン目にそのドラゴン、うん、何か大きなドラゴンが出てくるってことですよね、うん、そうですね、そこからさらにっていう感じ、つながればという感じではありますが、流世界引いていれば、引いていればですね、はい、まあ、まあそこ4枚のカードにアクセスできるか。アシスターコピー、さあ出てきたのはアシスターコピー、アーマード系の、はい、プラスさんもアーマードデッキと、アーマード強いですからね、まあ、確かにアーマードは、ね、アーマード、あーっと暇ながない、暇ながないとは少し、はい、再びここでもう一個読んでいく。ということは暇なんかなかったのか、さっきも山上ちょっと固定して戻すしてるんで、この2発目連続でって周り掘れる枚数、そうなんですよね、そうなんですよね、なるほど、実は惜しくないですね。ここも流世界引き手いなさそうな感じありますね。ここバラフィエル置きたいですね、はい、なんとしても。さあ、ここはムルクでチャージからの、はこれでもいいですね。アーマードメクレード5、強い合流者が踏めずなり、さあ何か強いアーマードあるか、リードしていく、もう一回遊べると、あ、もう一回、あ、アークゼオス、さあアークゾスの効果でさらにめくれいどこ、アーマードめくれいどこができる、はい、あと一応順番を、ここはそうですね、アーマードめくれいどデッキ一周簡単にしちゃいますからね、ちゃんと頭に刻み込みながらやっていかないといけません、はい、アークゾス、強い先行3ターン目の動き、あ、こうこうか、これはもしかしてカイザ社長になってしまったか、これバラフィオルあったらワンチャン終わりますよ終わります、ワンチャン終わりますよ、バラフィオルだとかなりもうゲームが終わりそうな勢いだが、アーマードの5をタダで使える、なんかクックスクランブルッジで、あの、うん、盤面のアークゼオスもこのターン攻撃できますよっていう状態にしても、正直このポイントで攻撃されるのはかなりしんどいと思いますよ。おっ、次のターンがやばい。そうですね、明日コッピで殴っておいて、まあ、クロックなんかを先に踏んでおくとラッキーですよね、うん、あ、そうですね、やっぱクロックがどうしても気になるところですので、あ、ここクロック美味しいが、お、9度の枚数を聞いた。さあ、ここはもらっていく。いやさあ、ちょっと早い。あまりにも仮に流星が張っても、さっきも僕も使ったんですけど、うん、あのカノン
ピッチ、はい、カノピちゃん、カノピちゃんが出てくると、そうなんですよ、カノピちゃん、カノピちゃんが出てくると、カノピちゃんはちょっとなんか語弊が、ここは流星界が引けていた、流星界を展開してないんだ、カノピさあ、カノピがあるか、カノピがやばいんですよしかも、カノピはいますか、手札になくてもネックレイドで、ここでフラットカノピ欲しい、カノピがいる、コスト3以下のエレメントを割っていく、一体今日何枚焼かれたんだ、このカードやばいです、なんでこんなに今日飛んでくるんだと、調整中こんなに飛んでこなかったぞと。これは厳しい。あー、もう、 うわ、テスターのスター、テスターのスター、全員スピードアタッカー。ダブルブレイク。やばすぎる。到着する効果で。ラグナロクザクロック。いやしかし。いやしかし。ただカノピによって焼かれているので、タンク主人に行くことができない。カノピさえいなければ。何か。いなければという感じでしたね。サブプランがあるのか。そうですね。ちょっとバトルゾーンはかなりもう。ちょっともう流世界は厳しいですね。それでの展開後。指名早すぎますよね、あって展開がね、いやーアーマードの展開は3体でも十分ですね、そうですね、さっきの僕のボルシャックよりもうちょっとなんか軽いですね、そうですね、全体的に、うん、あのライダーとかよりは5でまとめたり、うん、5でまとめたりですね、はい、いろいろ組めるからね、2体、まあ、主なタイプは2タイプですよね、うん、ライダーありかなしかで変わってくると思いますけど、5まで入ってますからね、5本当なんかまあもう適当に展開したらもうあとは殴って終わらせるよみたいな、お出ましダッチ、でもお出ましダッチ本当に優秀ですね、優秀ですね、いろんなデッキ使えますね、うん、さあここで4枚見てドラゴンファイアバード加えるが、かなりフラットさんのアーマードに刃が、うん、もう喉元まで、そうですよね、ここであのもう流世界は張れなかったので、次のターン縦全部割られるのは確定しているので、そうですね、少々厳しいように見えます、例えばもう1枚黒くあったとてちょっと、はい、流星界ラグがありますからね、うん、どうしても、そうですね、本当に何度ドラゴンでも出せるという、まあ、破格の性能の代わりに、まあ、ターンをまたがなければいけない、はい、お出ましダッチで山札を、まあ、操作しつつ流星界持ってくるんですが、もう残りまで1マナというターンエンド、まずクロックですね、いやそうですね、まずクロック、クロックがないと、クロック、まあ、トリガーしてもらってもう1回なんか中で読めますか、今なんかチラッと見えたのは、ああ3マナから、まあ、すごいバラグルー、カイザ様は出さなかった、カイザは出さなかったね、さあこっちでクイズ展開していく、まずバラフィール効果で、あっ強い、わっしかもアークゼウスでバトルしてクロックも倒せる、すごい、全部を3以下のエレメントを全てを破壊していく、倒してエレメント除去して、もう何も残っていない、さあカノンピッチ強すぎる、全てを粉砕してクリームゾンビ2000以下が破壊されます、さあ一応ここを除去するんですが、鳥と横に残ったアクですが、そのまで深く見事フラットの勝利、はい、ということでフラットさんお疲れ様でした、はい、もうメクレイドがいっちゃん強い気持ちよさそうでしたね、唯一勝った敵がメクレイドということで、なるほど、でもザーカのピッチなんで今日こんな飛んでくるんだろう成田岡さんから、それはあるですね、カノンピッチ手札に持ってて、はい、あのアシスタコピーか出して、はい、まあ破壊されたらテスタロスター出そうかなと思って、要はそっちに除去使わせてテスタロスター安着させようかなと思ってたら、まあ除去飛んでこなかったんで、あじゃあ行きますよっていう言ったらなんかとんでもなくなりましたそうですね、あれだって3ターン目、そうですね、でアクゼウスアクゼウスコースみたいな、かわいそうにと思いながら大変なことが起きて、今日使ったのはアーマードメクレードのちょっと軽いデッキっていうんですかね、そうですね、あの5コスまでしか入ってないタイプ、はい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 、でまあ5号ブランドをちょっとおしゃれで入れてたんですけど、うん、これ書店に引いて、まあ、これ罠置いたら赤単偽装できるなって、まあ、一単偽装しようと思ってあれ置かれたら困りますけどね何が起きてるんだってみたいな、まあ、最後だけちょっと分岐ありましたね、あのなんだっけカノンピッチで、破壊した時、うん、テスタロッサも出したんですけど、はい、確か、あのテスタロッサをあえて出さずに置いて流星界張られた会社のターンに出すみたいなのもあったなと思って、うん、ただ、はい、そうするとあのホーガンブラスターでワンチャンやられる可能性もあったんで、ちょっと、ホーガンもね、そうですね、若干匂いで切り、ありえるなと思ってちょっと出しときましたね、はい、なるほどなるほど、いやでも見事な勝利、ありがとうございます、ぜひ成田さんにちょっとメッセージをまあまだまだやならしいです、はい、ありがとうございました、残念ながら参拝してしまったな、しかし動画の盛り上がりによってはデュエチューバーフェスの出場権を得られるかもしれない、見ているみんなも応援したい人がいたらいいねなど押して応援しよう、それでは今回成田が丘が使用したデッキ紹介を見ていこう、はい、ということでデッキ紹介です、はい、こちらが今回成田が丘さんが使用されたデッキでございます、
ということで、ちょっといくつか質問をさせていただきたいと思います。はい、じゃまず、今回このデッキを持っていこうってなった理由を教えてください。はい、ですね、今回僕が UDB にお誘いを受けたときに、はい、対戦相手の方をね、4人いただきまして、はい、そこに書いてあるメンバーが、まあ、なんと名だたるメンバーが来ているということで、はい、これはちょっと実力じゃ勝てないなと思いまして、ちょっと運要素のある、その上振れ要素が強いデッキを持っていこうと思いまして、でそこで新カードをちょっとあさっていたときに、うん、この霊峰、ガードゲリカッチスタメンがボーリュサク様のお出ましタッチというカードと、はい、静けさやとにかくブレインセミミミという新カードが、本当に流世界というカードと相性が良くて、でそれを発見して、まあ、こういうデッキを持っていこうと思いました。なるほど、はい、今回はそうですね、結構こう流世界が、はい、破壊されちゃってみたいな。そうですね、カノンピッチであんなに、あのね、せっかくこう上にセットしたのに流世界がなくなっちゃってみたいなのが結構あって、はい、惜しいなと思う面がいっぱいあったんですけど、はい、もうすごいなんか面白いコンセプトのデッキだなと思いました。はい、ありがとうございますで特に、はい、まあ、今も言っていただいたんですけど、なんかこのデッキの中でこだわっているポイントとか、このカードが一番お気に入りだみたいなのがあったら、はい、ぜひ教えてください。そうですね、このデッキで足回りが強化されたのが、先ほど言ったようにここら辺のカードだったりとか、はい、まあ、その枚数かさ増しで増やしたあのブレインストームだったりとかなんですけど、今回その見る相手が、直前にあの GP の方がございましたよね、はい、そこであの優勝されたデッキとか、そういうデッキを、まあ、あのアルキメさんの方が持ってくるかなと思いながら、はい、そこに対して例えば、サガとか、キラスターの盤面展開を増やさないための GG パルテノンだったりとか、うん、このデッキ本当にメタに弱いので、うん、あのメタに強くなるためのイデアパラドックスとか、トリガーで返せるためのクリムゾンビクトリーとか、うん、そういうカードを重点的に入れました。なるほど。そうですね、一番気に入っている点というか、あのパッと見でこれ何のために入っているのか分かんないなっていうのが多分この禁断だと思うんですけど、うん、あのこのデッキですね、トコシエの超人というカードが本当に苦手で、あのこの禁断というカードを1枚その、お出ましタッチで上に仕込んだりとかして、うん、この、パルテノのマンドルで抜いたりとかして、うん、金玉をなんとか貼れればこれなんと6枚ブーストと1ドローが得られるので、次のターンには素出しでこいつらが出せるようになるという感じです。そうですね、ガチンコタッチも比較的あの平均コストは低めになってるんですけど、自分で未来を変えることができますので、おかっこいい強いカードをあの上に置いて、その、はい、オニマルヘッドのガチンコタッチであったり、オーガのガチンコタッチに勝ち合い尽くして1体でもあの多面展開ができるような感じにしてあります。そうですね、トリガーの枚数もあのツインパクト化の影響ですごい増えておりますので、うん、それでこことこことこことここみたいな感じで増えてますので、うん、あの比較的単純な赤タンとかだったら行きやすくなってるんですけど、カノンピッチだけはダメだったという感じです、はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回は3人のアルティメイターと戦ったと思うんですけど、はい、特に印象的だった戦いだったり、はい、こう印象的だったアルティメイターのデッキとかあったらぜひ教えてください。はいです、ですね、今回1戦目のスパイダンスさんとの戦いで、はい、僕が、流世界を張ってから上に仕込んだカードがこの海流神クリスドというカードだったんですけど、はい、ここもし他のカードだったらなっていうのを結構思ってて、まあでもこいつ自身もジャストダイバーっていう自身を守る効果を持っているので、はい、あの上からクリーチャーを取ったりとかできて、いいかなと思ったけど、この中でも比較的控えめな方だったので、うん、あそこがもうちょっとね、もうお電話したちの機嫌が良かったりとか、うん、セミミミにもうちょっといいカードがめくれてたなみたいなことを思って、ちょっと今反省しているというかそうですね、もしなんか、また戦いさせていただけるような機会があれば、うん、この内数調整とか考えて頑張っていこうと思ってます、はい、炸裂しているのを見てみたいですね、また頑張ります。ありがとうございます。はい、ということで今回は残念ながら参照することはできなかったんですけども、この動画の盛り上がり次第ではもしかしたら VTuber フェスに出場できるかもしれないチャンスがあるので、皆さんぜひぜひ応援のコメントだったり高評価たくさんよろしくお願いします。以上、デッキ紹介でした。セキボン世代ヒット、セキボン、やれるだけやります。どうも、今美香です。なちゃんです。ということで今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。
早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら DeTube T シャツ。 DeTube のロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、DeTube スポーツタオル。こちら思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい、 DeTube のロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれ。上間カラーです。そしてこちら DeTube プレマット。はい、はい、こちらですね、おきつね先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちら、じゃん、 DeTube スリーブ。こちら64枚になっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様にこちら、じゃん、 DeTube ステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちら、 DeTube ステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。はい、ということで DeTube ショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。